今日もありがとうございました。ありがとうございました。今日はまあ賑やかにね、トラブルあり、中学生高校生が来てくれまして、ね、賑やかにやってまし、あとはおいとさんのコーナーで卵を立ててですね怖い、裏側の生卵立ちましたよ。立ちましたよ。立ちました。立ちました。やったーって言ってたら転がって落ちてですね。なんと割れちゃって。でしょってここで生卵が炸裂。そう。でうわーって言ってたら、うん、その勢いでミリちゃんが鼻血。何？いやなんかおかしいなって思ってこうやって出とった。出とった。出てたっていう状態ですね。そうですよ。でも無事止まったんでもう大丈夫かと思います。はい、お騒がせしました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ご心配ご懸しました。そしてですね、今日はベガリオの、はい、女の子4人来てくれましてですね、メトダンスもやったんですけれども、今日は全然種類が違ってね、もう見てないんですよ、ミリちゃんとベガリオの4人が踊ったダンスを。いや私もなんか一瞬だったことだったんで、もうわけが分からなかったんですよ。そのわけな、そのわけで、ちなみにですね、ラジオで全然通じてないと思いますけど、僕とサチさんは、オタクなダンスということで、こんな状態でね、はい、こんな状態で、でこうこれをね、やっとった。このオタクダンスをね、前にされてるなって思って。このオタクダンスをね、そうやってた関係で、で僕は全然、はい、ミリちゃんとベガリオさんたちのねダンス見てない。だからここで初めて僕は見させていただこうと思います。いやなんか本当にもううろ覚えだったんで、なんかこうしてこうしてなんかこうしてこうしてなんかこう回って。こうしてみたいな、いくよ、こういう感じです。いくよ、はい、こうしてなんかこういう感じでなんかもこういう感じでなんかもやってました。はい、全然わかりませんでした。全然わかりませんですね。私も一瞬のことだったんで、もう本当にこうしてこうしてこうしてみたいな感じでもう言われたんで、はい、どこで見られるのこれ。あの多分サチさんがね、きっと動画を持ってらっしゃると思うんで、はい、はい、インスタグラムの方で見ていただければきっと確認できるんじゃないかなと私は思ってます。たどり着いてください。はい、はい、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。